河原屋橋は、大阪市の東横堀川に架かる橋。大阪市中央区、河原屋町2丁目と、島の内2丁目の間を結んでいる。橋の上を、阪神高速1号環状線が通過している。橋の東詰め一帯はもともと、西成郡西高津村領内だったが、1615年に、御用河原市の寺島総在門が4万6千坪を、廃領し、 1694年には南河原屋町として大阪三里に組み込まれた。このあたりは古代より良質の粘土が取れ、江戸時代には大阪市外における河原生産の中心地だった。また、現在の大阪市立中央小学校付近には土浦藩が倉屋敷を置いていた。河原屋橋は、 原禄年間に出された、審判節大万道西南北町島の図や1703年間の、オーランでは、原禄時代中期に初めてかけられたと言われている。当時の橋は、地方役手鏡によると、橋長19軒2尺、福音1軒半2尺7寸5部の目標だった。そのため、江戸時代には、約15年おきに橋が掛け替えられた。明治時代になっても、目標のままだったが、 1932年10月に、橋町37.7メートル、福音6.5メートルの鋼桁橋に掛け替えられた。4景観よりなり、橋脚は長さ6.5メートルの中鉄製の柱が3本立てとなっていた。戦後の1966年に3景観になり、橋脚には場所地区域基が用いられて、橋の強度は高められた。 1969年に歩道部が拡幅され、全福音が9.0メートルとなって、現在に至っている。ありがとうございます。